第18回イスラエル議会総選挙は2009年2月10日にイスラエルで行われたクネセト議員の総選挙である。この選挙はカディーマの党首でもあるエフードー・オルメルト首相に領収書の二重形状容疑などで捜査の手が迫り選挙が戦えない状態となったことからオルメルトは2008年7月30日に党首選実施後辞任の辞任を表明。 同年9月17日の投首戦で、ツィッピー・リブニ外相が後継投手に当選するが、同国では首相交代時には再度連立交渉を行う必要があるため、リブニは宗教政党、シャスと連立交渉を1ヶ月にわたり行うものの、同党との連立交渉は、聖地エルサレムの帰属をめぐって合意に至らず、同年10月26日に交渉は決裂。これを受け、 シモンペレス大統領は国会解散を宣言。シャスは外交、安全保障政策で踏み込んだ発言をこれまでは言ってこなかったが近年は強行である。2009年1月中央選挙委員会はこの選挙でアラブ政党からの立候補を禁止すると発表した。アラブ人が個人としてその他の党派から立候補することは差し支えないとしている。 アラブ政党からは人種差別と反発が起きている。最高裁によって中央選挙委員会の決定は却下されたが、ガザ侵攻でアラブ人との緊張が高まっていることが背景にあるという。この選挙では33の政党が立候補し、12の政党が当選した。二月二十日、ペレス大統領はネタニヤフに正式に組閣を要請、三月十一日に ウハレンによるネタニヤフ内閣が発足した。リクード、イスラエル我が家、シャス、ロード党、ユダヤの家、ユダヤ教連合の6党で構成されている。ありがとうございます。